はい、今回は、ポルシェカイエンと、その他にね同じドイツ製のプレミアム SUV2 台をね、まあ、持ち込んで、まあ、比較というか、改めてね、まあ、カイエンの、まあ、魅力、実力、長所あるいは短所みたいなものをね、まあ、見極めてみようということで、乗り比べをしてみたところです。まあ、それぞれねちゃんと個性が際立ってるなと思いながら乗ってたんですが、まずはね、BMW から行きましょう。BMW X5、こちらのね、まあ、35D というね、まあ、モデルをね、まあ、乗ったわけですけども、ハンドリングのね軽快感とか、そういうものはね、まあ、さすが BMW ということでとてもねよく出ているなと思いました。車が実際の車重以上にまあ軽く感じるようなハンドリングですよね。まあそれができてるなというのはすごく印象的でしたね。そしてディーゼルエンジンですね、直六のねディーゼルをまあ積んでるわけですけども、この直列6気筒のディーゼルがまあ、まあ当たり前というかね、まあ定型句みたいになってしまいますけども、さすがエンジン屋 BMW という感じで、ディーゼルのトルク感と同時にディーゼルらしからぬ、回転上昇の滑らかさ、伸びを味わわせてくれて、これもね、まあ、非常に好印象でしたね。まあ、組み合わされる発足 AT がね、まあ、通常ノーマルモードだと、まあ、ちょっと鈍いかなと、変速のタイムラグみたいなものがあるかなというところ、あとは上りとかでちょっと負荷がかかってる時にはやっぱディーゼル特有の音がして、まあそれはそれでいいんですけど、なんかねステアリングとかにも振動が入ってくる感じがあるんですよね。まあそういうところの質が今一つかなというのが、まあ、気になりました。そしてまあハンドリングというか乗り心地ですね。ちょっとね上屋が常にこうゆらゆらしてるような感じがつきまとうんですよね。よく曲がるんですけど、思った通りよく曲がるんだけど、その時にねこうロール感とかがすごくあるなと。だからちょっとね、道がこううねってたり荒れてたりしても車が揺すぶられちゃうんで、その辺がね、まあ、快適性というかハンドリングの一体感という意味でも、まあ、ちょっと、物足りないなと、期待値に届くかないかなという感じはありましたね。連れてきたのがメルセデスベンツ GLE ですね。こちら 400D というやはり直列6気筒ディーゼルエンジンを積んだモデルを、まあ、持ってきています。こちらはね、まあ、2台とはかなり個性が違っていて、とにかくねもう動き出しからもう乗り心地が非常に柔らかいですね。ちょっとびっくりするぐらいしなやかというか、本当にごく低速域でもノーズがちょっと上下してるのが分かる、なんかふわふわという言葉にしてしまいたいぐらいの、いや本当に柔らかいしなやかな味が出てますね。だからね、まあ、普段乗りとかも本当にこう船乗ってるみたい、でもなんか気持ち悪い不規則な動きではなくて、しっかりね柔らかく動くんだけどピタリと収めるところは収めてフラットになってるんで、決してねなんかそれこそ酔いそうな感じとかそういうのではないんですよね。ただ本当に柔らかいで、まあ、車もね、まあ、大きいのもそうだし重いんですよね。だからすごく乗り心地方面にこう、まあ、触れているモデルなのかなという感じが第一印象ありますね。実際こうまあそのエアサスペンションのまあ働きだと思うんですけども、それが大きいと思うんですけどね、まあよくここまでというか、まあでもメルセデスをね古くから知る人というかね、まあそういう人にとっては、あこれでこそメルセデスだよねという感じでもあるということは言えるかなと思いますね。ステアリングなんかも正直そんなにシャープではないというか、まあ同じコーナーでね結構打角は大きくなりがちです。でタイヤがねそんなに頑張ったスポーツタイヤとかではないので、泣き出しとかもまあ早めなので、まあ勢いそう運転としてはね落ち着いた穏やかな方向に行くのかなというところで、でもそうやって走らせると、破綻がないと言いますか、そういうところはさすがだなと思いましたね。さらにね、まあ、スポーツモードがあるので、そこに切り替えるとね、まあ、柔らかいままなんですけど、それでも十分柔らかしなやかなんですけど、まあ、ワインディングとかでね
飛ばさなくても、まあ、走らせる時にはそのぐらいの方がかえってバランスがいいというかちょうどいいぐらいかなというふうに思いましたね。だからちゃんとそのセッティングを切り替える、理由があるというかね、意味があるということになってましたね。車としてはね、まあ、ちょっとサイズがね、同じようなサイズと思いきや全幅が車検証数値で2020っていうのはね、なかなかボリューミーですよね。まあ、見た目にも大きいなと思うし、まあ、実際に室内も広いです。そうだな、まあ、やっぱりあの横方向とかもそうですけど、まあ、前後もね前兆もあるんで、そして、3列シートを備えるぐらいなので、まあ室内は広いですよね。リアシートに座ると、まあカイエンと X5 がほとんど変わらないで、後席はね、まあ膝の前に拳立て1個分ぐらいかなってところ、GLE はね2個分あるというぐらいに差がありますよね。まあね、メルセデス・ベンツ GLE、同じようなサイズ感からちょっと抜けたのかなという感じが、そういう意味ではねしたんですけれども、独自の世界、そうそう、静粛性の高さと直力ディーゼルの滑らかさ、これもね、まあとてもなんだろうな、そういうキャラクターには合ってるところだなと思いましたよね。まあそれも含めて独自の世界をきちんと持った車であることはね、GLE もね言えるなと思いましたね。はい、そしてカイエンですね。カイエンは、今回ね、カイエン S ですね。V 型ロッキーと 2.9 リッターツインターボエンジンを積んだ、まあ、モデルということなんですが、まあね、実はスノカイエンでも今や V 型ロッキーとのね、まあ、3リッターターボエンジンなので、動力性能的な不満はないんですよね。というわけで S になるともう、まあ、余裕だなという感じがしますよね。特に違うのは、実はその余裕の部分じゃなくてトップエンドまで回した時の快感度で、やっぱりそれを味わってしまうと素の、ね、モデルよりか、まあ、ベースのカイエンから、ではなくてね S にしちゃおうかなというところがあるよなということを改めて思いますよね。そしてね、まあ、これで乗ると何より思うのは、やっぱりこの車はなんかスポーツカーだな、スポーツカーメーカーが作るといわゆる SUV というジャンルでもこうなるんだよなということをなんかね改めて実感させられますね。ステアリング操作に対する反応の何でしょう、正確性、ダイレクト感、意のまま感みたいなものは、まあもうちょっと比較にならんなというかですね、もうポルシェですよね。まさにポルシェのステアリングだなという感じがあります。ありありと伝わってくるフィーリング、ね、手触り含めてもういかにもポルシェという乗り味、まあ、ステアリングの、ね、フィールがまずできている。そしてそれに伴う、ね、車の動きも、例えば X5 で感じたようなこうロール感みたいなものとかはあんまり気にならないですし、というか全然気にならないですし、GLE とはねまたそういう快適性重視で、まあ走りの面白さはねっていうものではない、やっぱり意のままになる車は楽しいなということを、ちょっと本当にね別に飛ばすわけでもなくスーッと走らせてステアリング何回か切ってというかね、まあコーナー何個か抜けただけでもすごく実感できるなというふうに思いましたね。やっぱりこうスポーツカーメーカーがというかね、ポルシェはそれこそね、まあ、カイエンはスポーツカーであると、まあ、いろんなね、まあ、ツーシーターだ、なんだ、いろんなボディ形態あるけども、SUV の形態で、ポルシェはスポーツカーを作ってるんだというんですが、スポーツカーってね、何かというと、結局のところ、意のままに操れるということだと思うんですよね。動力性能だけだったら、別にね、速いエンジンを積めばいいだけのことなので、そうじゃなくて、まあ、この、もちろんアクセル、ブレーキの、こう、フィールというか手応えというか、まあ、調律具合もそうですし、このハンドリングもそうで、意のままに操れること、ね、ドライバーを裏切ることがなく、操れる、ね、まあ、そういう反応を返してくれる車であることかな、まあ、そういうのがポルシェのスポーツカーであるなというのを、まあ、カイエンに乗るとすごくなんか改めて実感するなというところですね。これね、こういう走りが SUV らしいスペースユーティリティね、実際後席も、まあ、GLE のような
ほどは大きくはさすがにないですけども、十分に十二分に広いし、ラゲッジの使い勝手もすごくいい。そういう、さらにね、そうだ、ね、オフロードモードを備えた高性能な四輪駆動システムを持っているというのと、まあそのね、ポルシェらしいスポーツ性、スポーツカーらしさを両立させているというところが、まあこのね、カイエンのまあ魅力、実力だなと思いますし、実はそれは、デビューした時からね、変わらない立ち位置だなと思うんですよね。まあ、最近はね、いわゆるライバルというか、そういう車多くなってきているんですけれども、やっぱりポルシェはスポーツカーは、まあ、孤高の存在であるなと思うんですよね。スポーツカー、この扱いやすさというか、意のままになるというのは安全ということにもつながっていると思うんです。快適にもつながっていると思うんですよね。まあ本当にね、おかしな、自分の意に反した動きをしないから疲れないですし、安全にもなりますよね。本当にこう、例えば狭い道とか走るときとかでも、なんか持て余す感じはないし、緊急回避性能とかも高いでしょう。もちろん最新の ADAS ね、ついているんですけども、それ以前の、それを生かすための基本性能の高さというのがある。なんかね、スポーツカーっていうとそういうところがもしかしたらないがしろというイメージがあるのかもしれないですけど、まあ、実は全然そんなことはないっていうか、むしろね、この基本性能の高さこそがポルシェがいかに、まあ、安全快適が、まあ、楽しさにつながるというのを、まあ、考えているのかということなんじゃないかなと、その表れなんじゃないかなと思うんですよね。で、まあそういうポルシェなので、正直ね、まあ今回の2台ね、比較に持ってきた2台はやっぱり僕はね、正直カテゴリー違いと言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ目指してる部分が、まあ、SUV 単なると言ってはいけないですけど、 SUV を作ろうというのではなくて、ポルシェの場合は SUV の形態をしたスポーツカーを作ろうと、まあ、言ってみれば存在としてももっとプレミアムなものだと思いますし、目指している性能のね、まあなんだろうな、目標値というか目指すところ、狙いみたいなところももっと上のところにあると思うんですね。もちろんいろんな性能ではね、まあ、勝ったり負けたりはあるんだと思いますけども、その存在というかブランドの目指すものみたいなところが、やっぱりカイエンは、まあ、ちょっとそこと比べるようなところには本来はいないんじゃないのかなということを、まあ、普段から思っていましたけども、今回乗ってね、まあ、改めてすごい深く実感しましたね。だから充足感すごく高いですよ。言葉を選ばず言えば、乗用車に乗ってるという感じとはちょっと違う高揚感、満足感があるし、それは単なるこうブランドのね、持ってる力だけじゃなくて、やっぱりそういう車作りなんだよなっていうのを、このステアリングを通じてね、まあ、もしかしたらペダルを、シートを通じてすごく実感できるなと思いましたね。まあ、ポルシェスポーツカーメーカーですけども、まあ、911を見ても分かるようにね、なんか突飛なことをやるんじゃなくて、こう信念を突き詰めていったところに何か答えを見つけてきたメーカーだと思うんです。まあ、カイエンもやっぱりその血筋を忠実に受け継いでいる、まあ、ポルシェにしかできないね、他のライバルと比べたりなんかしなくていい唯一無二の存在の SUV なんじゃないかなと思いましたね。